こんにちは、着付け講師の素直です。今回のテーマは振袖の帯揚げの結び方です。今回は入り組む結びをご紹介したいと思います。完成形はこんな形です。それでは始めます。入り組む結びをするときは着物の合わせと同じように、さっきモデルさんの右側そして左側が来る順番で帯揚げをやります。なのでまずはこちらからいきますね。で、帯揚げをこうして下から折ります。だいたい半分ぐらいになるように折りましょう。そしてさらに上から半分に折ります。4等分します。だいたい人差し指の幅にするとかっこいいと思います。で、このままねじれないように前に持っていきます。そしてずっと幅が均一になるように持っていくんですけど、帯にギリギリかかるかかからへんかのラインでこうして持ってきてください。これをもしこの辺でやっちゃうと、せっかく幅出しした帯を隠しちゃうことになるので、すごくもったいないです。帯ギリギリのところに当たるようにこうして持っていきます。そしたら脇に行くまでのところで上から45度に折りましょう。これなんでこんなことするかっていうと、後からこっちの帯揚げこういくんですね。で、幅をそのまんまやっちゃうと、こうやって持ってきた時内側の帯揚げがはみ出てしまってちょっとかっこ悪いです。なので幅をだんだん細くするために上から45度折り下げます。そうしたら後ろまで持っていって、帯枕の紐のところに帯揚げの端っこを引っ掛けましょう。で、くるくる巻きつけても OK です。長かったらこのように巻きつけてください。では反対側の帯揚げいきます。下から半分に折って、上から半分に折って、人差し指の幅にします。ではこの帯揚げを隠すようにしてかぶせてもらって、そのまま前に持っていきます。そうしたら入り組む結びは、この下が交差する部分が真ん中で交差するように、ここのポイント気をつけてくださいね。この襟と帯締めと帯揚げの下の交差点がど真ん中に来るようにすると綺麗な入り組になります。そうしたら今度ここで脇より手前のところで下から45度に折り上げます。今何をしたかというと、入り組む結びは漢字の入るの形になるので、このライン作りたいんですね。なので下から45度折り上げました。すると漢字の入るの形になります。で、これまた45度に折り返して、この部分をこの辺へっこんでますよね、ここのクッションにします。そして余った部分は後ろまで持っていきます。ギュッと引っ張って、この帯揚げの内側に入れ込んで処理してください。そして形を整えたら完成です。いかがでしたでしょうか。この方法を身につければ娘さんの成人式に振袖を着せたい時などに大活躍すると思います。入り組む結びはとてもスタンダードな結び方なので、ぜひ習得してじゃんじゃん活用していただきたいです。この動画がいいなと思ったら、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いしましょう。素直でした。